はい、どうも、あっちゃんでーす。どうもです。今日も楽しく暗号資産に関連する情報を配信していきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、コマース 3.0。e コマースのコマースですね。コマース 3.0 で、ちょっとね、気になる記事、紹介見つけたので、動画撮ってます。はい、参ります。ちょっとね、例のごとく、Google 翻訳使っていきたいと思います。記事はちょっとね、2つあります。で、まず1つ目、プラチナムキューダオと、CSAME Open。ちょっと何て読むか分かんないですけど、CSAME Open が提携して、コマース 3.0 をより簡単に実現すると、言ったような内容になります。さあ、行きましょう。ちょっとね、読み方が、ちょっと分かんないですけど、CSAME。オープンはプラチナムキューダオとコマース 3.0 を拡張するための最新のパートナーシップを発表することに興奮していますと。で、コミュニティは100兆ドルの 3.0 経済を生み出す分散型コマースネットワークを作成し、で、成長させることができますと言ってます。で、キューダオは、世界中のユーザー向けに、設計された一連の分散ステーブルコインを通じてコマース 3.0 のエコシステムでの暗号化支払いを売り手と買い手にとってシンプルかつ簡単に行いますというふうにあります。まあ、ステーブルコインって書いてますね。で、 USDT、KWWQ などプラチナム球団の安定コインは買い手と売り手の両方により暗号資産の受け入れを効率化しますと。で、キューダは暗号化のボラティリティが商業参加者にもたらす課題に取り除くことで、CSAME Openのトークンベースのプロトコルによって推進されるネットワーク効果を加速し、コマース 3.0 の成長をさらに加速させますと。で、コミュニティキューダと CSAME Open の両方の中核であり、どちらのプロジェクトをユーザー向けに完全に分散されたプラットフォームに作成しますと。e コマースをね、分散化するということですね。Amazon EC2 のようなね、中央集権型 e コマースではなくて、売り手と買い手、ユーザー同士のね、売買も当然ですし、そのあたりを効率化するというのが、簡潔に言うと、コマース 3.0 といったところですね。コマース 3.0 は、プラチナムキューダにとって大きなチャンスですと。キューダオコリアとインチェンジジェンズ氏は述べ、分散化既存の商業構造に非常に大きな混乱をもたらすと。今後 CSAME とプラットフォームキューダオとコマース 3.0 の促進と拡張について調整しますと。共同マーケティング活動と技術協力により両者はより多くのバイヤーセーラーコミュニティを結びつけるというふうにあります。で、コマース 3.0 の可能性をより迅速に実現することを期待しますと。で、キューダオのエコシステムの詳細については、このウェブサイトをご覧くださいと、テレグラムに参加してくれと言ってますと。で、CSAME Openのトークン販売は10月16日の D コインエクスチェンジで始まりますというふうにあります。で、この、なんていうんですかね、この読み方わかんないですけど、CSAME Open、は、当然このキューダオ以外にも、いろいろなところと、提携して、この分散型トークンをね、コマース 3.0 向けなのかあれですけど、発展させようとしている感じですね。はい。コマース 3.0 に若干触れてきます。で、コマース 3.0 がある通り 1.0 と 2.0 の時代も当然ありますと。で、さっきもあったようにね、EC 3.0、コマース 3.0 は、オンラインショップが、消費者にとっての買い物の場所の一つであるだけでなくて、あらゆる買い物、コードのプラットフォームとして機能する時代のことを、指しますと。コマース 1.0 の時代は、いわゆるこの買い物ツールの一種として、オンラインショッピングを利用していた時代で、e コマース 2.0 の時代は1から少し進歩して、e コマースが店舗と同様の位置を持つようになる段階で、スマートフォンが一台一台持たれるように、同時に高速インターネット回線も安価に楽しめるようになって、画像や動画でメディアの閲覧、あとは訪問することを容易にするというか、
まあ、そのね、スマートフォンの普及により、より e コマースのショッピングがより活発化すると。まあ、当然ね、何か買ったらそれに関連する、商品を、まあ、提示したりとかも当然機能としてありますし、そのユーザーのね、行動と紐づけて、まあ、次何買ったらいいよっていうのをね、促したり、まあ、レコメンドとかもそうですけども、まあ、そのあたりがね、まあ、季節に応じて商品を勝手にね、提示したりと、まあ、少しの判断で、まあ、商品の購入が簡単にできたりとかですね、まあ、そういった流れの促進があるかなと。で、まあ、これからはコマース 3.0 の時代と。で、コマース 2.0 をね、まあ、システムと含めて、かなり、先行ってるというのが、まあ、あのユニクロとかですね、あのあたりのサイトは、まあ、サイトというか、あの EC コマースはですね、まあ、非常に、まあ、アプリも含めて、かなり高機能になってる、まあ、先を行ってるところかなと。で、これから、EC 3.0イコマース 3.0 の時代になるといった、まあ、大きな概要ですよね。でですね、まあ、こういったね、提携がQDAOプラチナムであるといった中で、まあ、コマース 3.0、100兆ドルの期待というような、まあ、関連したちょっと記事があるので、ちょっと取り上げたいと思います。はい、はい、参ります。ちょっとね、これは若干長いですね。はい、暗号化分野の企業化として、地方分権化破壊的な革新であるというふうな中で、まあ、ブロックチェーンは集中型プラットフォームで使用されるビジネスモデルを、まあ、破壊すると言ってますと。で、ビジネスモデルの競争上の優位性を適切な製品、適切な実行、暗号の新機能と組み合わせることにより、トークン設計、経済設計、分散ネットワークは長期的に反映し、最終的に集中型プラットフォームに、殴り込みをかけると。まあ、中央集権プラットフォームの、まあ、Amazon とか、まあ、そのあたりが、まあ、脅かす存在になってくるといったところですね。で、インターネットは新しいモデル、ビジネスモデルを可能にし、ショッピングを物理的な小売り 1.0、コマース 1.0 から e コマース、まあ、ネットを使った、スマートフォンを使ったショッピング 2.0 に拡大したと。で、まあ、これからはショッピングを分散消費取引に拡大し、コマース 3.0 といった流れになると。で、中央集権された企業が、請け負い、仲介手数料を持ってた仕組みを、まあ、削除して、まあ、さらに、重要なことは、まあ、参加者ですね、その買う側、まあ、その売り手と買い手もそうですけども、まあ、これにね、継続的成長というかメリットがある、ものを促進していこうというような形ですね。はい。で、100兆ドルの経済を生み出すといったような話ですと。はい。でですね、コマース 3.0 においては、まあ、2017年に 2.3 兆ドルに達していた、このコマース、e コマースの売り上げ、コマース 2.0 の売り上げが2021年までには2倍になるというふうに予想されてますと。まあ、4兆5兆ドルですねになっていくと、まあ、そこのあたりからはコマース 3.0 の流れになっていくというような形が書かれています。はい。で、若干ここは振り返りですね。Amazon から本を注文して 3,4 週間かかってたところから、コマース 2.0 によってAmazon エクスペリエンス、ユーザーに最適なサービスを、まあ、体験型サービスなんて言われますけど、まあ、即ね、商品を届けたりと、それがコマース 2.0 になっていったといったところが書かれてますと。はい。はい、続けます。で、コマース 3.0、100兆ドルのコミュニティ志向、所有運営エコノミーというふうに書いてます。で、e-commerce 3.0 はコミュニティ志向の所有日運営、コマースクリプトネットワークによって定義されると。コマース 3.0 は少数の集中型のストアフロントではなく、数百万のコミュニティ志向のストアフロントで構成され、地元の利益、ハイパーローカル価格設定、プロモーションの支払いに基づいた製品キュレーションを可能にしますと。一元化された e コマースで複製します。さらにネットワーク参加者はトークンを保持することで、コマース 3.0 の所有者であるため、ネットワークの継続的な成長を向け協力するよう推奨され、支配的地位に達したときに中央プラットフォームの成長を遅らせ、継続的な協力の
課題を克服しますとあります。はい。でコミュニティの精神によりコマースを包括的になり、本質的な排他的な従来の中央集権型の物理的な小売および電子商取引プラットフォームからの最も劇的な変化を示しますというふうにあります。コマース 3.0 は物理商品やデジタル製品からデジタル資産、ソーシャルセーリング、ピアツーピアマーケットプレイスに至るまで商取引が全体提供されていない、または商取引とみなされていないものも含めグローバルに全てのカテゴリーに拡大しますというふうにあります。で、まあ、ブロックチェーンのレイヤー基盤の上にコマース 3.0 といったような仕組みを作り、よりエコシステムを活性化させると。で100兆ドルに期待というふうにあります。はい。でですね、まあまあ、コマース 3.0、まあ、1,2,3 と時代の流れを説明していますけども、まあ簡単にちょっとね要約しますと、まあ人と人が、まあ、ショップを通じてですけど、まあ、つながって、取引するもの、買い手売り手で、まあ、直接つながれると。で中央集権型のプラットフォームを返さずにもう変えてしまうといったようなところですね。まあ、ただそのアマゾンは、まあ、それを、そのメリットをそのさらに先のメリットを感じさせないぐらいね便利ではありますけども、それをね、まあ、そこをさらに仲介せずに変えてしまうといったようなプラットフォームかなっていうところですね。でまあその例えばね A さんが B さんから物を買うといったところの事例として、まあそのイメージつきやすいのはやはりね、まあ中古なのか、新しいものなのかはあれですけども、まあ、例えば何でしょう、食品でもなんかちょっとねお肉余っちゃったと、100g 買ったけど 50g でよかった、残り半分捨てますとか、そういうのがミクロ小さいような話であると思うんですけど、それをさらにね、コマース 3.0 で実現するとしたらどうすればいいのかといったところがちょっと一つね、まあちょっと細かすぎますけど、まあ、そういうのあるかなと思います。でそれをどう実現するかというと、まあ、例えばねそのお肉残ったねお肉がその衛生上問題ないのかっていうのは、その中央のプラットフォームが介在しないと非常に気になりますよね。その、まあ、大きなね企業が品質担保して提供している商品がから、まあ、購入したものかもしれないですが、まあ、それが人から介在するとより品質が担保されているのかというのが非常に気になりますと。で、まあ、その、ね、売り手と買い手個人からのやり取りって、まあ、人それぞれがブロックチェーンでつながっているので、まあ、誰だかっていうのは、まあ、当然特定できますよね。それは 今でも特定できますよねと。でその品質、肉とか食べ物とかの品質がより問題ないかっていうのはどう担保するのかっていうのは、まあ、一つポイントになるかなと思ってますと。まあ、それはその、まあ、トレーサビリティなとか、まあ、ブロックチェーンの技術、さらには、まあ、マイクロ PC ですね、マイクロパソコン、まあ、より、小さくしたパソコンであったり、その食べ物などの生もですね、その品質を担保できるような仕組み、テクノロジーが、まあ、形になってくれば、まあ、それは実現できるのかなと思いますと。まあ、商品とかね、例えばね、まあ、バナナとかも昔ありましたけど、バナナをブロックチェーンで管理するとかね、アフリカのバナナをブロックチェーンでね、トレースするみたいなのもありましたけど、まあ、そういったのがよりね、実現できるようになってくれば、そういう企業とか大きなプラットフォームを介さずに人と人との商品のやり取りっていうのは、まあ、実現していく、まあ、まさにこの絵ですよね。この絵が、実現していく時代が当然出てくるのかなと思いますと。まあ、当然今のねアマゾンよりも、まあ、低コストでさらに人に対してメリットがある、まあ、例えば今よりもスピーディーに搬送できるのかっていうのはちょっと疑問がありますけど、商品とかね、まあ、そのあたりが、より人と人との間での仲介で実現するんだったらコマ 3.0 は、まあね、実際に実用化されていくのかなと思いますと。はい。あとはね、ここにね、人以外にもショップがありますけど、これが本当物流だけに留めた内容になってしまうのかとか、まあ、そのあたりはね、ちょっとね、実現に向けてはなかなか難しいところではありますが、
まあ、こういったね時代にそのブロックチェーン 3.0 いや、とか Web 3.0 とかさらにコマース 3.0 といったところが利用されていって、まあ、さらには100兆ドルの規模感になっていくというような話の内容のようですね。はい。まあ、正直ね、ちょっとね、この各レイヤーに対して、まあ、技術的な、またはトピックのキーワードを並べているだけっちゃそれまでで、まあ、具体的な実現性に向けての、まあ、細かい検討とかは、まあ、当然これからだと思いますけども、まあね、人と人とをつなぐピアツーピア、まあ、ポイントの還元それぞれ人と人を特定する、認識させるブロックチェーン、かつトークン、で、トークンのポイントね。まあ、そういったところがいかにこのフィジカル、ものと、ものの物流とか配送とか、フィジカルなどとどう連携させるか、どう実現するかっていうのは、まあ、これから重要かなと思いますと。まあ、搬送に関してはね、当然、まあ、日本ではどのぐらいの時期で始まるかわかんないですけども、まあ、ドローンなどもね、当然ありますし、GAFA を、GAFA、まあ、Google、Amazon、Facebook ね、Microsoft を含めて、まあ、そのあたりを打開する、突破するような、ブロックチェーン 3.0、e コマース 3.0、こういったところが、今ね、注目されているといったところではないでしょうか。で、そこに、まあ、QDAO が一つ噛んでいて、CSEM Open という会社。まあね、ちょっとね、聞いたことないですけど、もうこういう新興企業も、まあ、これからね、非常に注目されていくところではないかなと思います。はい。ただこの CSEM Open、まあ、いろいろこのコマース 3.0 におけるね、トークン配布とかってね、まあ、簡単に飛びついて買うのはちょっとあんまりお勧めしないですね。まあ、より自分でちゃんと、理解して勉強してっていったところが重要かなと思います。ちなみに私はね、特にあまり購入とかはしないです。はい。まあ、こういったね、Web 3.0、ブロックチェーン 3.0、コマース 3.0 という、技術的なトレンド、まあ、世の中の流れ、まあ、こういったところは抑えておく必要があるかなと思います。はい、ちょっとね、若干グダッとしてしまいましたけど、今日はQDAO が新しい企業との提携、その名もコマース 3.0、まあ、それに関してちょっとね触れさせてもらいました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。まだまだチャンネル登録者数100名とありがたいことではありますけど、どんどん伸ばしていきたいので、ぜひぜひチャンネル登録ポチッとしてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。あちゃんでした。Please subscribe to the channel. Please 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 subscribe to the channel.